今朝名古屋市千種区で行われた基幹バスレーンの取り締まり。基幹バスレーンは平日朝と夕方の通勤時間帯はバス専用車線となっていて、バス以外の車が走るのは違反です。今日の取り締まりはバスレーンのある県道215号が通る千種東名東の3つの警察署合同で行われ、渋滞を避けようとバスレーンを走る違反車両に警察官が厳しく目を光らせました。バスレーン、この時間帯走られますと通行の妨げになります。交通ルールを守って、安全運転に努めていただきたいと思います。警察は今後もこうした取り締まりを続け、交通事故につながる違反をなくしたいとしています。